デイズスーパージーデイワンカモイだけ、今日45から50ぐらいの大きめのスーパージーです。ミスターブルー、はーい、うーちゃんラントゥー。ちょっと今日は前日の雨で、今日朝冷えてちょっとカリッとアイスバーン系のスーパージーです。ホタル行きます、お願いします。はい、ホタル、ターン余らせないようにね。まだまだ動きがあれだからね、止まってるよ。はい、はい、ホタルラントゥー。ちょっとポールの横できついんだよな。はい、ゲートの横で急激なエッチングはしないようにね、ターンが余らせないように長く乗ること。はい、岡田キャノンラントゥー。ちょっとエッチングがこういうキュンっていらないんだな。ミュラントゥー、うん、もう少し長く乗りたいな。はい、あおる、おお、あかりも長く乗っといて。ターンを急激にスキーを返したりしないで、スキーを離さないようにゆっくり長く踏んどいて。はい、あい、あかり、しずくちゃん、はい、しずく、しずくもね、ただまっすぐ行くんじゃなくて長く乗ってね、長く長く、はい、はい、ゆずき、デイリー、すいません、タイマーの番号わかんなくなっちゃったので、もう一回教えてほしいです。ルイ、あれスタートのさ、寺前コーチにちょっと聞いて。今聞いたんですけど、わかんないって言われました。コウスケ行きます。ルイ、ラントゥ、はい、コウスケ、いいかい、ターンとターンの間はスキーを離さないで、急激にスキーを返さないようにね。はい、コウスケ、はい、コースケ、行きます。はい、大勢、大勢もターンとターンの間しっかりスキーを離さないようにね。はい、はい、ゴーラントゥ、シュート行きます。はい、シュート、オッケー。さあ、シュートもね、しっかりスキーを離さないようにして、踏む位置はね、縦にしっかり入れなきゃダメよ。縦に入れながらスキーとスキー、ターンとターンの間スキーを離さないこと。はい、ちょっと内側だな。はい、体勢、はい、そうか。スーパー G の場合はね、ポールの横で急激に両手をこうチョキンってしない、動かさないようにして、すり抜ける感じで縦に入れてくる。はい、とラントゥー、なり行きます。この辺があれだな、ちょっと構えすぎだ。はい、なり、なりもまだまだお尻が低いので、自分のすねがスキー靴の前にしっかりグーッと当たってる状態をキープするんだよ。はい、はい、そうか、ラトゥ、ゲートの横で動くなよ、チョキンと行くなよ。ちょっとまだターンが短いんだよ、ここは。お願いします。はい、港、いいよ。はい、はい、なり、ラントゥ、はい、港、ラントゥ、あ、
急激にはバーンって当たりすぎ。あエッチングが短い。何の種目だこれ。愛人外足しっかり乗ってこい。プラプラしない、プラプラ。はい、ルイ、いいかい。ゲートの近くでガンと急激な動きをしないようにね、ターンをつなげてくるような意識で。はい。コスケ、まだまだ縦に縦に行っても全然問題ないぞ。はい。はい、ルイ、ランスリー。はい、5、スタンス1個狭くしてみ。スタンス1個狭くして足首すねが前に入る方向をキープすること。はい、ガーンっていくなって言ったばっかりじゃん。はい、コースケ、ラウンスリー、板の方向だぞ。はい、大勢もまだまだ縦に行ってもいいぞ。余裕あんぞ。はい、スタンス1個入れ。はい、シュート OK。 シュートまだまだケツが下がって構えすぎだよ。まだまだ縦に縦に行ってもいいよ。スキーの方向が足首すねがしっかり前に入る。はい、はい、体勢。さあ体勢もっと縦に入れてこい。縦に縦に。はい、ソガー、さっきだいぶ良くなりましたよ。ボールの横で直近しないようにね。はい、とランスリー。ヒルテスこっちやな、構えすぎだな。はい、ナリー、 OK だよ。ナリーだいぶ良くなりましたよ。はい、スリー、ミヤツです、お願いします。みんなと番号間違ってんぞ。佐々木リオ子2人いるから自分の番号使って。もうちょっと肘が前にグーッとクローチェン組めたらいいね。はい、みなとランスリー、長くなれ、長く長く。はい、うちゃんランスリー。さあしっかり外足乗ってターンとターンの間はスキーを離さないように。ターンの前半でこういう風に足が揃わないようにしてこい。ちょっとターン余らしてるぞ。ここなんだよ。ここでこう引きつける感じが内側に乗る原因になっちゃうんだぞ。お願いします。はい、ホタ OK だよ。どっしり感は半端ないよ、うーちゃん選手。可能です、お願いします。さあカノン滑りが良くなってきてるからね、ターンとターンの間ターンが余らせないように頭の位置をあまり変えずにグーッと、スキーを変えといてよ。スイッチしといて。はい、ちょっとまだ余裕あるかな。おい、はい、行きます、お願いします。はい、カノンランスリー、だいぶ体重乗ってきました。はい、リワークいいよ。内側乗らないようにね、しっかり自分の足首、すね、足裏がしっかり前に押ささってるんだよ。ちょっとクロッチング高い。はい、ミュー、ランスリー。ちょっと右足が早いかな、お尻が入るのが。
します。お願いします。はい、あかり、ターンとターンの切り返しで目線を上げないようにするぞ。目線を変えないように。はい。はい、ゆずもターンとターンの間で頭の位置が上に上がらないようにね。はい。やばい、充電ねえのか。どういうことよ。ガンって行き過ぎだな。はい、ゆず、ターンとターンの間で頭をあんまり上げるなよ。ちょっと後ろだな。じーん、ターン終わるの早いよ。どっか行くのかと思ってよ。はい、しずく、ダンスリー、ちょっと動き止まってるな。ずらしすぎ。終わるようにするんで。相変わらずないとうだな。お願いします。お願いします。はい、オッケー。うー、はい、カノンいいよ、良くなってんぞ。ホタル、スタンス一個広めの目線を少し下げ。今のベタよ、ベタ。これぐらいのスタンスの方がいいね。お願いします。はい、あ、キャノン、岡田キャノン。もうちょっとスタンス広くてもいいんじゃないかな。はいよー、いい。あ、とにかく体が内側入んないように、足首、すね、足裏をしっかり前に押すんだよ。よし、はい、右足だな、右足の時だぞ。お願いします。はい、明かりもすごい良くなってるぞ。目線をね、ターンとターンの間で高くしないようにすることと、ゲートの横で急激に動かないことね。ガーンってこう手が動くとゲートの横で動きが切れちゃうから。はい、ちょっと頭高い。ゆず、聞いてます。はい、ゆず、ターンのターンの間の手の出し方ね、手首をグッとこう上に上げちゃうと頭も一緒に上がっちゃうから、頭が上がらないように斜面に対して真下、下の方に向かって落ちといて。はい。じゃあ、しーちゃんね、まっすぐ行って動きが止めないようにね、大きい半円描くぐらいだよ。いい？動き止めないことと、スタンスをもう少し肩幅ぐらい広くして滑っといて。ちょっと甘い、ライン。はい。オッケーだよー。さあ、ルイ、視界も良くなってるからね、さっきの滑りだぞ。はい、さあさあ、そう、キープ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 。今のところダメよ、一個の長い。ベリーライト。はい、コースケー、オッケー。とにかく足裏、足首、すねがブーツにしっかり前に当たるように。テラー、ルイ、また倒しました。はい、まあ倒すな、北広。5、3走決めね、ちょっと倒れてっから、そこだけちょっと注意して。で、寺前コーチ来たらさ、言って。はい。
時計かないかな。行こう。さあスタンス入れてこいよ。先に倒れんなよ。あ、チューラー式ミスになるぞ。はい、オッケー。体勢。そうなります。はーい、そうが OK。 ジンちゃん。はい、ジン、OK。 ジン、ポール当たっても全然問題ないんだけど、当たって動きが止まるんだったらすり抜ける方がいいぞ。長く乗った方がいいかね。はい。そこ離すね。やりてます。はい、なり。クローチングもう少し手の位置前に出してみようかな。はい、じー。うわー、待ってるぞ。軽い軽い軽い。軽い男だ。手前手前。ありがとうございます。から、ターンを早く終わらせないようにして、もう少し次のゲートまでぐーって引っ張って、目線を変えないで、板を切り返す感じ。板をスイッチするんだぞ。はい。よく、よし、そうそう、我慢しろ。もうちょっと我慢してもいいな。あー、かじめ。さあ、肩下げてこい。クローチングがいいよ。ホタル、スタンス肩幅。カノン、取れる？もうちょいスタンス広くてもいいかな。キャノン。ちょっと余裕あるんだよな。もっと低く、もっと低く。うん、こっちょちょりな。さあ、長く来よ。たまらせないで来よ。いいクローチング。肩がすごく低い。これだといいタイム出るの。感謝面。リアコ。はい、ゆずきいいよ。ゆずきも滑り良くなってきてるよ。はい、しずく。しずくね、スタンスやっぱりちょっと広い方がいいね。いい、スタンス広い方が我慢して長く乗れる感じが出てるから、もう少し、肩幅のキープをしっかり忘れずやろうね。はい。はい、オッケー。さあ、クローチングね、もう少し手の位置を前にして、
肩をしっかり下げましょう。緩斜面取るよ。はい。はい、静く。ちょっと、ちょっと内スキー引っかかってる。はい、コウスケ。コウスケ、滑り良くなってるぞ。ちょっと内スキーがだいぶ引っかかってる。はい、ゴー。オッケー。スタンスね、やっぱりそれぐらいのスタンスの方がいいね、まだね。で、足裏、足首、すねをしっかりぐーっと長く前に、ターンの後半まで抜かないようにして。はい。はい、コウスケ。緩斜面。うわ。ああいうの緩斜面でやるときついよ。はい、体勢。クローチングさ、もう少しお尻を高くして、もう少し高い位置からすねをしたいな。はい、ゴー。腰掛けのとこ。よし。はい、シュート。左足外側の時に、まだ腰がちょっと開き気味になってるので、左足外側の時の左が腰ね、少し気をつけましょう。はい、体勢。ちょっと水浮いてきたかな。お願いします。はい、そうが、クローチングさ、手がちょっと顔に近いので、もう少し手の位置を前にして、肩丸めたい。はい、シュート。はい、ジーン。ジーン、クローチングさ、顎の下ぐらいになっていくから、もう少し、口元、口の前ぐらいまで持っていってみな。ちょっと、手が近いよ。体にね。はい。はい、なり。なりもさ、クローチング、もう少し手の位置前に出したいな。前に出して、肩を丸めて、肩下げるんだぞ。さあ、ジーン。いいクローチングしてこい。おお。やっていきます。はい、みなと、みなと、さっきはすごい良かったわ。ターンが余んないようにね。なり、なりちょっと。打ちすきが引っかかってるかな。見ると。ちょっと高い。もうちょっと肩下げたいな。お尻が下がって頭が上がってるから。マジ5。GS トレーニング。うちゃ、ラマ。おお、見てる人が多いぞ。ちょっとまっすぐだな。ホテルランはスーパージゴ。さあ、もっとちょっと遅いぞ。お願いします。はい、思ってるより硬いからね。結構速い位置から高い位置から入ってて、結構みんな遅れてるよ。アミューランは、角のラボ。よく行きます。はい、結構硬くて速いからね。早め早めに高い位置から入っていて。さあ、リアカ1本目からしっかり来い。それ行きます。お願いします。はい、あかり、スルーの抜けから結構早め早めで行くぞ。結構カリカリいってる。はい、あかり、ランは。続き行きます。
あ、ゆずき、スルーの抜けから結構高い位置から早め早めに行くぞ。ゆずき、どうも。さあ、もっと動け、もっと動かないだろうな。しっかりもっと動く。はい、動きしっかり止めないで動いてるよ。ただまっすぐ行くだけじゃダメだよ。はい、しずく、どうも。よし、高い位置から入った。さあ、これ抜けだよ。ういらわん。さあ、しっかり。はい、ゴー。スルーから結構詰まってくるからね、早め早めに行くぞ。はい、はい、ゴー。コウスケ行きます。はい、コウスケ。さあ、スルーから結構早め早めに行くからね。はい、手動かせ。内内内内側。はい、コスケラは。最初行きます。はい、どん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 アームワーク使って動いていかないとダメよ。結構硬くて詰まってくるよ。はい。はい、対戦。シュート行きます。はい、シュート。シュートもしっかりアームワーク使ってくるぞ。スーパー G の後だからね、動き遅くなっちゃダメだよ。はい、早め早めにしっかり動いてくるぞ。手の動き止めないでね。はい、いきます。はい、ジン、アームワーク使ってしっかり縦縦に動くぞ。一回早め早めでをスルーの後ね。はい、ミナト行きます。はい、ミナト。どん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 体の動き使ってね、動きが遅くなっちゃダメだよ。抜けたらすぐ動くぞ。はい、ミナト。はい、行きます。はい、ナリー、オッケーだよー。さあ、早め早めに動くよ。はい、はい、ナリークイック。はい、ホタルラン2、スタンス、ちょっとスタンスが最近狭いのが気になって、スタンスが狭いと当たんないんで、当たるところが悪いんで。お願いします。これぐらいがいいね。そうそうそう。はい、カノン、すごい良かったよ。ほら、ベタベタ、ほら、さあ、狭くしちゃダメよ絶対。まだもうちょい広くてもいいぞ。ブラボー。カノン、ラン2。さあ、スタンスキープ。いきます、お願いします。おっと、はい、ミユー、よかったよ。一回アームワークしっかり使うぞ。手の動きしっかり使って。はい、よし、リワコ行きます。はい、リワコ、 OK だよ。さあ、しっかり手の動きを使いながらやるぞ。
こっちはしいよ、こっち側。うーよーし、どう見え調子よくなっちゃうぞ。この手がエロ目だけど、キュンっていうの。クラントゥー。明かり行きます。お願いします。はい、明かり、いいよ。多少遅れてもさ、しっかり動くぞ。はい。乗れてる。佐々木が乗れてる。おお。佐々木乗ってるわ。はい、ゆず、いいかい。足裏、足首、すね、3点セットだよ。いい。スーパー G でやった重さをしっかりスキーに伝えるぞ。はい。わかりかま。おー、いいよ、いい感じ。かま、かま、かま、かま。おほほ。ファイト、ファイティー。しずく、一回、スーパー G でやったスタンスの幅をしっかりキープしながらやるぞ。スタンスの幅キープしながら。一本目と一緒で高い位置から入ってくるぞ。はい。ちょっと軽いんだよな、ゆず。スタンス。さあ、スタンスキープだよ。スタンスキープしてこい。よし、だいぶいいぞ。内足もしっかり使えるようになってきた。ガッツ、カモン。静か、諦めんな。諦めない、諦めない。ちょっと後半に内足が少し前に出ちゃうんだけど。こんな子にあるの。はい、ゴー。スタンスはいいね。スタンスあんまり広くしないようにするぞ。スーパー G でやった感じね。あとは肘ごとしっかり当たった時に肘ごとしっかり前に、進行方向に対して前にグッと行きながら体の輪だけはフォールラインに落ちる感じね。はい。コウスケ行きます。はい、コウスケ。一本目よかったよ。動きもしっかり出てたし、積極的に前に前に行くからね。はい。よし、そうそうそう、イエスイエスイエス。かま。スタンスを狭くしろ、スタンス。はい、コウスケ、ラントゥ。こっち側来るぞ。はい、体勢、オッケー。一本目よかったよ。はい。よし。動き回るよ。はい、シュート、オッケー。よくなったよ。シュートあんまりスタンス広くしてると、シェーレン気味になっちゃうからね。そこだけ気をつけるぞ。多少動きを止めない。強引に行ったとしても、手の動きを止めなずに行くぞ。はい、あ、そうか、悪くなかったよ。一回まっすぐ行きすぎて手の動きが止まんないようにね。動き流れの中でポールに当たるんだぞ。はい。みんなスーパー G やった後調子いいね。アームワークしっかり使いましょうね。腕の使い方、腕をしっかり当たったら前にグーってリードしてくんだぞ。はい。ウェアにやられた、ウェアにやられた鈴木。はーい、オッケー。港も良くなってるよ。次には内側の手の使い方ね。内側の手をしっかり使っていくぞ。はい。あーれー、穴にちょっとひるんだんじゃないの。マジこの首がリゲティだ。スモールリゲティ。行きます。はい、なり、一回右足外側する、終わってから
右足外側の青ゲート側ね、いい形になってるとこ少し割れ気味になっていくからそこ注意してね。はい。かわしてきた。なにここ内側の手がここでキューッと前にスーッと上がっていくといいんだよな。めっちゃかっこよくなるのに。